こんばんは。早速、こちらマイネイル右手新しくしていきたいと思います。前回ですね、この爪の先端にはいつものスティッキーベースを塗ったんですけれども、このネイルベッドの部分にはこちら、ピールオフジェルという剥がせるジェルを使いました。どういう風に使ったかっていうと、今日も同じ塗り方をしていこうと思っているんですけれども、このネイルベッドの上だけピールオフジェルを塗って、この爪の先端の部分だけこのスティッキーベースを塗っております。なので、この根元今伸びてきましたよね。この伸びてきた分ぐらいの太さをスティッキーベース使っているので、先端を切ったら、まあ、ポロッと外せる。まあ、今回いつもよりちょっとね、早いので私、いつも1ヶ月半ぐらい開けちゃうんですけど、早いので、もしかしたら先端ちょっと残るかもしれないんですけれども、剥がせる仕様でね、自分のことも施術でいいのかな、したので、剥がしていってみたいと思います。人差し指だけちょっとこの、ピールオフジェルの部分浮いてきちゃったんですよ。ここはなのでペリッと取れると思うんですけど、他の部分は、まだね、しっかりついています。こっちの手も左手はもう完全に全部ついてますね。右手の人差し指だけちょっと浮きが、早かったですね。あとこちら、小指です。剥離しちゃったんですよ。この裏から見てもらうと違いがわかると思うんですけど、こっちしっかりね、くっついてるけど、こっちこういう感じで、もうね、隙間が空いちゃったんですけど、無事に、一回このね、周り硬くなって、その後ね、皮膚ペロペロめくれてきたんですけど、一ヶ月だったらもう、かなり、この皮膚側は柔らかくなったし、もう痛みもないし、まあね、全く大丈夫です。ただ、この上から見てもらうとわかるように、ちょっとベッドが短くはなっちゃいましたね。普段ここまであるのが、今ここまで。なので、ちょっと短くはなっちゃったんですけど、これ伸びてきたらちょっと戻るかなと思っております。で、こちら横から見た時も、ちょっとね、上向きなんですよね、爪が。なので、これも伸びてきたら元に戻るかなという感じでございます。まあ、早速ちょっとオフしていってみましょう。どうオフされるのかですね。まずちょっと先端。ここ、人差し指だけね、ちょうど長さ出ししてるんですよ。なのでここは、先端、もう切っちゃいましょう。ちょっとペーパー引きます。ここね、ちょっと先端を。で、浮いてるので、ここはね、サクッと取れると思うんですよね。ここは、よいしょ、キュッと。ここはね、多分サクッと取れると思うんですけど、取れるかな？まあ、一旦こんな感じです。で、ちょっとメタルプッシャー用意して、いけるかな？あ、先端の方だけまだでもちょっとくっついてますね。この浮いてるとこだけ一回パキパキと取っていって、ちょっと残りは表面を少し削って、溶かしていきます。ちょっとここは先端だけ取って、ちょっと表面削ったら溶かしていきまーす。マシンで削っていっちゃいます。よし、こんな感じでいいかな。はい。そしたら、あ、ピールオフ1ヶ月持つんですね。そうです。結構ピールオフ、私は先端スティッキーベース使いますけど、ピールオフだけでも全然1ヶ月持つっていう方もいるので、結構ね、ピールオフは本当おすすめ商品です。もう私も今回はちょっと人差し指だけ浮いちゃいましたけど、持つ指はね、全然持ちますよ。よし、こんな感じで、ちょっと一回ここは溶かしていきます。先端の長さだけ、ちょっとマシンで削っていきます。このぐらいかな。ちょっと伸びてった分、伸びた分ほど短くしていきまーす。このぐらいですかね。うん。うん。このぐらい、うん。伸びてきた。伸びてきたとき想像してもこのぐらいですね。ちょっとね、他の指も先端、ちょっとこっちでいきます。かけづらかった。ピールオフをちなみに長持ちさせたいときはトップジェルをね、ちょっと厚めに塗ってもらうのと、
ピールオフジェルを、ちょっとガタってしちゃった。ピールオフジェルをですね、エッジ塗らないっていうのが結構大事です。エッジ塗ってしまうと、取れやすくなっちゃうし、あと薄めの柔らかい仕上がりにすると、ピール、オフジェルベースに塗ると、シールみたいにペラッと剥けやすくなるので、ちょっとね、固めの仕上がりにしておくと、ピールオフジェルは長持ちします。中指が思ったより短くなっちゃったので、薬指もうちょい短くしておこうかな。はい。まあ、こんな感じでいきましょうか。こんな感じでいきましょう。はい。そしたら、一回ダストオフしていきます。で、ピールオフジェルを使ったネイルを剥がしていくときは、まあ、そのまま剥がしていくよりも、ネイルオイルだったり、こちらはね、ネイルプレップを私小瓶に入れ替えているんですけれども、こちらです。プリアンファのネイルプレップというね、ブルーの液体があるんですけれども、こちらをこの小瓶に詰め替えておきます。で、ここに、この根元やサイドに一回ね、湿らせておきます。で、そしたら、この根元から、このメタルプッシャーを、ちょこちょこって入れていくと、今全然、浮いていない状態ですよね。ここに、ピーッと、メタルプッシャーを入れていくと、こうやって、剥がせるピールオフジェルを使っているので、こんな感じで、簡単に、抜けてきます。そしたら、ちょっともうちょいシューッと間入れておきますね。そしたらさらにね、ちょっとここ、もうちょっと取っていきましょう。で、やっぱね、先端、まだここ、スティッキーベースが残ってるかな。先端のとこだけ残っちゃうので、ちょっとここ、切っておきましょう。先端残っちゃいますね。もうちょっとスティッキーベースの幅、細くて、よかったですね。でも取れちゃうかな。このぐらいだったら、ちょっと強行突破したら取れそうな気がする。あんま良くないけど。まあ、こんな感じで、ちょっとまだここら辺、ピールオフの粘着剤残ってますけど、こんな感じで取れてきます。ちょっと他の指も行ってみましょう。こちらの指も根元からいきたいと思います。ここもね、ギュッ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 と。根元から押し上げていって、こんな感じで、ピールオフジェルを根元に使っていると、こんな感じですね。ギュッ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 と、剥がれていきます。センター、ここは、でも微妙にスティッキーベースだったかな。こんな感じで、ちょっとね、他の指も、こっちの指も、剥がしていきます。ちょっとね、根元からいきましょう。そう、マシンで削りました。お客様の決めの長さを施術するときもマシンで削っていますよ。ね、すいません、ピンポンの突破って私、ピンポンのね、押すとこの下に、ちょっと仕事中なんで流さないでくださいみたいなのをちょっと書いておいたんですけど、ちょっと乗っちゃいましたね。すいません、申し訳ないです。剥がれました。来た、次の指もいきましょう。お、小指はすごいすんなり剥がれましたね。でもここか、今ここですね。結構やっぱベッドちょっと短くなりましたね。親指のここだけ、まあしょうがない。削ってオフしましょうか。親指、ここちょっと削ります。ここはね、溶かしていきましょうかね。しょうがないんで溶かしていきましょうか。そしたらちょっとね、ここまあ溶かさなくても、まあでもちょっとピールオフジェルなのかスティッキーがちょっと混ざってるのかなので溶かしておきましょう。ちょっとここ親指
一回溶かしておきます。よし、はい、そんな感じで、ちょっとね、この爪の指の爪の上に残ったこのピールオフのこのなんていうんですか、粘着、粘着はちょっと一回ね取っていきましょう。ピールオフの粘着は絶対できるよと。このコットンでこすると、コットンにねこれエタノール今染み込ませてます。こすっていくとね簡単に剥がれるので、これはね剥がしていきましょう。こんな、あ、まだここついてますね。この辺をちょっと、いやーでも爪ちょっと戻ってきたかな、小指もちょっと戻ってきましたかね。うん、割れた直後よりはちょっと戻りましたかね。まだちょっと短いですけど、したらね、爪のまず先端3本先行きましょうか。先端を、ちょっと今回も最近、あの前回スクエアで、スクエア可愛かったので、今回も先端スクエアでいきたいと思います。よいしょ。でもなんかやっぱ斜めにね、なんかここだけキューってこっちに斜めに生えてますよね。大丈夫かな？治るかな？でも根元の方そんなことなさそうだから、このまま伸びてしまえば大丈夫ですかね、きっとこれ。よいしょ。ちょっと内側入れときます。斜めになっちゃったので。このぐらいかな。うん。ちょっと内側に入れたら、上から見た時の形的には、なんかごまかせましたかね。うん。まあ、こんな感じで、いきましょう。この感じでいきまーす。よいしょ、ちょっと、ピールオフの粘着が残っていた。うん、粘着取れました。したら、ちょっとね、この、私このいつも薬指が、毎回ちょっと説明するんですけど、内側に爪が傾いてしまっているので、このね、薬指だけちょっとね、いつも時間かかっちゃうんですよ。こっちから見たときと、こっちから見たときの間を取りたいので、ね、両方から見て、何回か形を整えます。で、こっちの、内側っていうんですかね、中指寄りに爪が曲がってるので、こちらの中指寄り側のサイドは、結構ね、上げ気味に取っちゃいます。こういう感じです。で、そうすると、上から見たときにはまっすぐ。になってくれるので、まあ、上げ気味にとって、まあ、こっちは上げ気味に取らないようにするので、ね、サイドだけ見ると、ちょっと傾いてるようには見えちゃうんですけれども、まあ、こんな感じで行きましょうか。ちょっと、コーナー丸く取っておきます。ここもまだ粘着ちょっと残ってますね。粘着取っちゃおう。中指やっぱちょっとさっきガタってしたからちょっと先端短くなっちゃったけど、まあ、全部短く合わせるよりはいいかな。これでいいか。ちょっとね、他の指もそろそろ人差し指先端溶けましたかね。ここね、長さ出しあれでしてるんですよ。フォーミングジェルです。なのでちょっとね、硬いですね。まあちょっとすいません、力技で取ってしまいました。やっぱあれですね、ちょっと浮いてきた爪放置してると表面ガサガサしますね。悲しい。まあ放置してる私が
丸いからいいんですけど、ここだけちょっと気になるんで、ちょっと先に撮らせてください。やっぱね、この浮いたあたりで何回も生活してるうちにね、指先ぶつかっちゃうとそこばっかりパカパカしちゃうので、二枚爪になっちゃうんですよね、こういうところ。ちょっとここは、剥がれてるとこだけ。これね、全体的にファイルとかで削っちゃうと、爪が全体的に薄くなっちゃうので、多少表面デコボコしますけど、この浮いちゃって白くなってる部分だけを取っていきます。いやー、包丁はね、良くないですね。はい。そしたら、親指も。親指も。あ、これね、ピールオフ。こうやってリムーバーに浸すと、もうこんなんです。こんなね、ぴよってしてきちゃうんですよ。よいしょ。なんかあんまり先端溶けてなかったけど、大丈夫かな？うん。はい。でもなんか取れたからいいか。そしたら、親指も、親指、人差し指を、形を整えていきます。浮いてた、浮いてた指のデコボコ感が気になりますね、これ。ちょっと軽くファイルかけちゃおう。まあ、いっか。次行きましょう。次行きます。そしたら、甘皮周り押し上げていきまーす。そうね、グリーンポイントで押し上げていきますね。この端から。必ずこの端から入って、この甘皮周りを通って、で、次、親指の甘皮周りを通ったら、また、コーナー通って、サイドに行きます。はい。また、ちょっと、こちらから。甘皮周りのコーナー通って、甘皮周り、コーナー、サイド。という感じで上げていきます。こっち行きますね。たら、また同じように、サイドから、コーナー通って、甘皮周り。通って反対側のコーナーから、またサイド。というように、つなげて、この甘皮をプッシュアップしてポケットの深さを一定に整えていきます。またサイド、コーナー、甘皮周り、反対側のコーナーと当てていきます。このね、右手の中指のところは、私はここ結構ガツガツ、がっつり上げてしまうタイプなのですが、ここは本当にね、お客様によっても、上げちゃうと痛いっていう方もいらっしゃるので、お客様にね、ここは確認しながら、大丈夫な人はね、全然ガツガツ上げちゃうんですけど、たまに痛いっていう方ももちろんいらっしゃるので、そういう方の場合はね、本当に塗るときにちょっと邪魔にならない程度に、甘皮を押し上げて整えていきます。ね、がっつり上がっちゃう人はもう、私もがっつり上げちゃえるタイプなので、もうね、がっつりここ上げていっちゃいます。したら次、薬指いきます。薬指も、サイドから、
コーナー通って天川周り行ってまたコーナーからのサイドに行きます。このサイドコーナー天川周りまたコーナーサイドというふうにポケットをねつながるようにしながらマシンをかけていきます。小指がちょっとねかけづらいとこですね。よいしょ。あ、加減が分からず血を出してしまいます。でも血が今かけてる感じで血が出てしまうのであればもうちょっと手前にしてください。多分ねかけすぎなのでもうちょっと手前にするように心がけてください。でも自分の手でやってると血が出る前になんか痛くなりません？なんか痛くなったらちょっと上げるのを控えてもらったりした方がいいかなと思います。ちょっと一回ダストまみれなので指周りをエタノールで一回ちょっと拭いちゃいましょう。あ、大好きなマイネイル動画リアルタイム嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。見に来ていただけてありがとうございます。よし、そしたらちょっと待ってくださいね。これね利き手のちょっとマシンじゃないです、ニッパーのところが毎度私一番ここがちょっと真剣になるので、まずこのねデコボコしているところ切っていきましょう。でこっちからもいきますか。ガタガタしている、ちょっとこれ直しますね。ガタガタこっちからも一回行きましょう。この利き手のニッパーの難しさ、こっちからでもこう。ちなみにこちらのニッパーはいつも使っているプリアンファの刃が 3.5 ミリのニッパーでございます。よいしょ。特にね、これ親指と小指が支えつけづらくて利き手難しいんですよね。こんな感じで、ちょっとさっきメタルプッシャーでここすいません剥がすとき傷つけちゃいましたねえ。利き手のニッパー難しいですよね。ニッパーで切った数日後で断面からささくれみたいのができちゃうのはニッパーが綺麗につながっていないので、ニッパーで綺麗に甘皮をつながるように整えてください。数日でささくれができてしまうときって、これこのニッパーで切った、なんて言うんだろうな、ちょっと、この指だけ終わったら、ちょっとボールペンで図を描きますね。それはですね、切り口がつながっていないっていうことなんですけれども、ちょっとこの指だけ切らしてください。
と待ってね。ここのバリが気になる。よいしょ。はい。ニッパーがですね、切るときにですね、その、甘皮周りがすぐささくれできちゃうときって、まあ、甘皮、まあ、これが甘皮だとします。この根元の。甘皮を切るとき、ニッパーってもちろんこれ、まっすぐ、歯はまっすぐしてるので、こういう感じでこまめに、歯をね、当てて、切っていくんですけれども、このこまめに切っていくけど、この断面を、こうやって、最終的に、一枚になるように、これ切ってるんですね。で、このささくれがすぐできちゃう人は、この切り口がこうなってるんですよ。そうすると、ここのところ、繋がってないから、ここ、もともと切れ目ができちゃってるから、ここから剥けてきちゃいます。なので、このニッパーで切った時に、すぐささくれができちゃう人は、切り口が繋がってないので、繋がるように、ここは、猛特訓の場面でございます。ここはね、繋がるように、切れるように、練習をして、ください。ニッパーばかりはね、結構、本当に、まあ自分の手とかもそうですし、なんだろう、スクール時代とかだと私、それこそ親とか、お姉ちゃんとかすごい協力してもらって、検定とかも私実はお姉ちゃんの手で、受けたんですけど、かなりね、協力してもらったんですけどね、ここばかりは、もうね、つながるように、例えば、ここ、今、ここプチってなってる白いの見えます？ここ。このちょっと皮膚の上、ここ。こことか残ってると、ささくれになりやすいので、取っておきます。こういうね、ちょっとした切り口が、ペロペロどんどんめくれていってしまって、その、切った直後は、ちょっとした切り口だから気になんないんですよ。気になんないんですけど、生活してるうちに、どん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 ペロ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 めくれていっちゃって、ささくれになっちゃうんですね。なので、これ何気なく甘皮を長さ整えてるだけに多分見えるとは思うんですけれども、つながるように切ってます。なので、一気にザクザク切るより、この刃先を使ってゆっくり徐々に切ってるんですよ。これ一気にザクザク切った方が、ザクザクしちゃいます。ザクザクしちゃうので、私はこの刃先のほんと3分の1ぐらいしか、普段使ってなくて、そこをこまめに、なんだろう、小回り効かせるというか、効かせて、この皮膚がつながるように、甘皮がね、つながるように切っていっております。ねえ、そう、つなげるの難しいですよね。難しいんですよ。そう、だから、難しいので、自分できてなかったんだな、みたいな感じじゃなくて、ここはね、全然、難しいです。難しいところなので、全然ね、とここはひたすら練習をしていきましょう。うん。なんかね、今日救急車多いんですよね。さっきも救急車通ってたな。まあちょっとこんな感じで。いいですかね。ちょっと人差し指だけ鬼クリームかけようかな。ちょっと気になるかな。人差し指だけ鬼クリームもかけたいと思います。はい、じゃあね、ちょっとこれは鬼クリームというビットです。鬼クリームはこのグリーンポイントでね、入らなかったところにより入るんですよ。なので、でもこれもより上がるので、初めて使う人とかはね、結構要注意です。グリーンポイントでちょっと上げすぎちゃう人は、鬼クリーンちょっと気をつけてください。なんかね、グリーンポイント上げ慣れてくると、なんかグリーンポイントほど太いもので上げるんじゃないんだけど、鬼クリーンで上げたいなっていう時もあれば、甘皮整えたら全然思ったより上がってなかったから、もう一回グリーンポイントかけようみたいな時もあります。これはね、ほんと上がり具合ですね。他の指もかけたくなっちゃう。めっちゃポケットできません？これね、一回上げたところに、めっちゃポケットができちゃうんです。ここ、でもやっぱ、
タコのとこは気になるかな。このミニクリーン使い出すと気になっちゃうけど、この2本ぐらいでやめとこうかな。気になってどんどんかけちゃいそうなので。こんな感じかな。でもやっぱりオニクリーン使うとポケットが綺麗。全然変わりません。このちょっと待ってね、中指とこちら、中指と薬指で結構ポケット変わったの。こっちの方がペタってくっついてますよね。オニクリーン描きたくなっちゃうな、これやっぱ使うと。こんなですよ、やっぱペタってしてますよね、グリーンポイント。ここはさすがにちょっとピロってしちゃったんで、これ切ります。まあでもこんな感じでいこうかな。この奥のところ気になりますね。これも取っときましょう。ここもよいしょ、取って、ちょっと本当に親指と小指でもね、入ってます。ここが気になる、ここが気になりますね。まあこんな感じでスポンジファイルかけていきましょうか。で、スポンジファイルをかけるときは、私はいつもこの100じゃなくてね、180の面の方でかけています。あんまり粗いとね、爪が薄くなっていってしまうので、そうするとね、ジェルが浮きやすい原因になってしまうので、このね、180の粗くない方を優しくかけてもらって、爪の表面のツヤがなくなる程度にかけていきます。オニクリーン注文し、あ、今注文してみました。ありがとうございます。オニクリーンね、すごい使いやすいのでおすすめですよ。あ、IGTV は編集してないものが見たいなって思っています。編集してないものですね。編集してないものか。したら、先端。やっぱ薬指だけちょっと長いかな。薬指、小指だけ。もうちょい短くしようかな。うん、ちょっと薬指小指だけちょっともうちょい、ちょっと普通のファイルで一回いっちゃいます。もうちょい短くします。このぐらい。そう、私ね、薬指の方が人差し指ちょっとね、ベッド長いんですよ、奥まってる割には。なのでちょっと全体に色塗った時のバランスをイメージすると、ちょっとバランスが悪そうだったので、ちょっと短くします。このぐらいですね。このぐらいで、ちょっとエミリーボードで、いきましょうか。いやー、小指無事に剥離自体は、痛みとかこの皮膚とかは治りましたけど、すっごい変な形してます。これピヨンってしてます。ちょっと、あ、グリーンポイントこの間落として割ってしまいました。いや、買っとかないとですね。わかる。でもグリーンポイント私
3、4個常に在庫を置いてます。なんかちょっと怖いですよね、グリーンポイントをすぐ。あと割れなくてもちょっと先端丸くなってくるとちょっとね使いづらくなってきちゃったりするので、いつもねちょっと多めに在庫置いてます。こんな感じですね、今小指ちょっと一回拭いてみましょうか。剥離したところ、まあ痛みとかはなくなってたし、ちょっと結構戻ってきたかなって思ってましたけど、こんな感じですね。ちょっとここなんか不思議な形してる、先端がなみなみしてます。こんな感じですね、今ちょっとバリが気になる。うん、でもねもう本当にこの奥とかは全然ね痛くない感じなんですけど、ここね、こちらネイルプレップです。小瓶にね移したネイルプレップを塗って、前回と同じように根元はピールオフジェル、先端はスティッキーベースでいきたいと思います。前回から白くなってたここ、白やっぱ治んないから、これはなんだろう、こっちはねあれだけど、これなんですかね、白斑、白斑かな、なんだろう、なんか栄養偏ってましたからね私。剥離治りますか。うん、多分このまま伸びたら治るかなという予定です、予定でございます。ちょっとねまだ、まあ、ちょっと人体のことなのでね、確実に絶対治りますとは言えないですけど、このまま伸びていったら治る予定でございます。今日も使うのはリクシアパーフェクト 36W なのですが、この辺に置いときましょうか。この辺に置いときます。はい、そしたらこれ中にゴミまとめたやつですね。新しいキッチンペーパーだそう。はい、そしたらまた今日もこちらスティッキーベースとピールオフジェル使っていきます。まずは先端スティッキーベースで、根元がピールオフジェルなので、まずねピールオフジェルから先に使っていきます。ちょっと親指から塗っていきます。親指から塗っていきますね。まずこのピールオフジェルを根元部分から、ちょっと先端の方があれですね、親指今回ちょっとスティッキーの部分残ってたので、もうちょいギリギリまでピールオフいきましょうか。一回ちょっとピールオフ塗っていきます。ピールオフジェルを塗って、このぐらいかな？このぐらいでちょっとスティッキーいきましょうか。で、この先端は今度スティッキーベース、こっちです。普通の、いつものスティッキーベースを塗っていきます。で、これは先端の部分は普通にいつものスティッキーベースなのでエッジ塗ります。で、そう、こんな感じです。で、ちょっと一度、自分の手なので怖いので仮硬化しておきます。はい、そしたらじゃあまたねこちらピールオフジェルからいきます。ピールオフジェルは剥がせるベースジェルですね。剥がせるベースジェルを、これを全体的に塗っていくと本当にもう3日だろうが4日だろうが、つけてから本当に数時間後だろうが剥がそうと思えば剥がせるし、全体的にピールオフ塗っても1ヶ月持つっていう方もたまに実際にいらっしゃいます。よいしょ、このぐらいまで、このぐらい開けておいたらちょっと今回みたいに所々残るっていうこともねなさそうなので、結構ギリギリまで塗っちゃいますか。ピールオフで根元から先端の方まで詰めていきます。
全体的に、先端だけ外して塗ったのがこちら。ピールオフのジェルで、剥がせるジェルです。で、今度先端に塗っていくのが、スティッキーベースというベティジェルから出ている通常のベースジェルです。そしたら、こちら。スティッキーベースを先端に塗っていきます。で、この時に、塗ってないところがないようにしてください。このスティッキーベースはピールオフとペット、この筆先でくっつけて、地爪が見えているところはない状態にしておいてあげてください。こんな感じで大丈夫かな？ライトに入れて30秒しっかり硬化します。30秒しっかり硬化していきます。ピールオフもスティッキーも30秒硬化なので30秒硬化をしていきます。で、今日この後使っていくカラージェルがこちら使います。気まぐれキャットのさざ波、じゃあですね、さざ波というねシリーズを使っていきます。で、こちらは LED ランプ30秒、 UV1、2分です。で、こんな感じでこのねネットで、これネット見てます。普通の通常の使い方はベースジェルを塗ってさざ波を塗るだけでこうやって表面が勝手にデコボコしてくるシリーズがあるんですね。で、そちらから今日はですねパステルカラーをちょっと選んでみました。で、絶対今使いたい色が、この、ラベンダーパープル、ウォーターグリーン、サックスブルーと、これだ。この、ベビーピンクは今ちょっとね、絶対使いたい色に置いてるんですけれども、今ね、もう一色どうしようかなと思って、個人的には黄色好きなんですけど、黄色が、パステル黄色ないんですよ、さざ波。なので、これを白で、カナリアイエローをホワイトで混ぜようかなって今ちょっと思ってて、で、混ぜてみてなんかちょっと違うなと思ったらコーラルピンクかなっていうところです今。というところでちょっと今悩んでおりますが、これを今ねグラデーションにハマっているので、今日はグラデーションでさざ波塗っていきたいと思います。で、グラデーションさざ波でするときはさざ波の筆だとねちょっとやりづらいので、私はパレットに出して使っていきます。パレットに出して、筆はね、普通に OB5 番、オーバル5番で作っていきます。あ、ネイリストでも何でもないんですが、作業と話し方が好きでいつも見てます。ありがとうございます。嬉しいです。やった。ありがとうございます。そしたら、まず絶対使いたい色からちょっと指決めていこう。私ね、水色好きなんだけど、こっちかな？でもこの色も可愛いっぽかったんですよね。ウォーターグリーンを、ちょっと親指に、塗っていきたいと思います。で、これね、さざ波はこういう感じで中がパール系のカラーなので、久々に使うさざ波の色とか、たまに開けると、これも混ざってますか？混ぜちゃったのか、もう。混ぜちゃったので、混ざってるんですけど、たまにね、開けた時にクリアが溜まっている時があるんですよ。そういう時は、しっかりと中振ってから使ってください。ちょっとね、この筆に、さざ波を、もうね、筆に取ります。筆に取って、まずちょっとこの先端のとこ、ペッペッペッと。塗っていったら、さざ波はね、もうこうやって塗っただけで、ポコポコしてくるんです、表面が。ポコポコしてくるので、コーム筆使わなくても、本当にペッペッペッってやって、例えば塗り心地というか、この塗った時に、勝手にポコポコしてくるので、境目がね、勝手になくなってくれます。なので、これね、一回、ちょっと硬化します。ちょっと毎回、一本一本30秒硬化すると、時間がかかりそうなので、ちょっと他の色もね、出していきましょうか。ラベンダーパープル、あ、ラベンダーパープルがでも、こういう感じです。ちょっとクリアが、ついている。こういうお色は、しっかりと振って、混ぜてから使
使っていきます。ラベンダーパープル、ちょっとあんま混ざってなかった、後ろ向けとこ。ちょっとね、こちらベビーピンクもちょっと出しておきましょう。おー、あ、でもベビーピンクもちょっとクリアっぽいな。ちょっと爪楊枝、これね、本当はあれですけど、ちょっと混ぜるのが大変な時は爪楊枝入れちゃいます。爪楊枝入れて、ちょっとある程度ぐるぐるしときましょう。お、混ざってきました。これね、爪楊枝で混ぜるとすぐ綺麗に混ざるので、ちょっとね、これあれ粗治療みたいな感じですけど、ここにちょっとベビーピンクと、あとサックスブルーもね、絶対使いたい色なので、サックスブルーもちょっと出しておきましょう。サックスブルー出して、ここ可愛いかな、カナリアイエローがね、結構ネオンっぽい色なんですよ。こんな感じです。ちょっとこれとホワイト混ぜたらどうだろうな。ちょっとホワイト混ぜてみます。ここカナリアイエローとピッピッ、あ、でも可愛いかな、可愛いけどもうちょい白っぽい方がいいかな。なんかこの中で見るとちょっと浮いてますよね、色味が。もうちょい白入れてみましょうか。もうちょい白入れて、どっちの方が可愛いかな。コーラルピンクもね、色味かわ、コーラルピンクの方がでも合いそうかな、この5本で塗るなら。1,2,3,4、 あとあれか、パープル、こちらラベンダーパープルです。ラベンダーパープル、どっちが可愛いかな、この組み合わせは。でもこう、イエローでいいかな、イエローで大丈夫かな、イエローでいきましょうか。はい、というわけで、どうしようかな。ピンク、ちょっと一旦、中指に塗っていきたいと思います。ピンクを、中指に塗って、こんな感じで、もうね、塗ってるそばから、先端がね、ちょっとポコポコってしてきます。これが、さざ波です。この、塗った直後から、もうね、ポコポコポコっと、で、これ待てば待つほど、どんどんポコポコしてくるので、どのぐらいポコポコさせたいかにもよるんですけれども、ちょっと仮効果しようかな。で、緑、ピンク、あ、でもパープルとピンクちょっと似てるのか、でもイエローは小指かな？イエローは小指です。イエローは小指に塗って、で、ちゃんとね、さざ波はさざ波同士で混ぜてもらえれば、しっかりポコポコしてくるので、これもまたペッペッペッと軽く根元側に伸ばしていって、あと2本、パープルとサックスブルーか。パープルとサックスブルーなので、パープル、サックスブルーかな。はい。ちょっとね、パープルから行きましょう。先端のところに塗って、ちょっとグラデーションしていきます。後ろ側にピッピッピッと伸ばしていきます。で、サックスブルーを薬指に乗せていきます。またペッペッペッと乗せて、また根元側にペッペッと
伸ばしていきます。ちょっとこれで一回完全硬化していきましょうか。一回完全硬化します。こんな感じです。お色がコーラルピンクもね、お色味可愛いけど、まあ、ちょっと二度塗り目いきましょう。二度塗り目は全部まとめていけるかな、いけるかな。ちょっとまた親指から塗っていきたいと思います。まず先端のところに、でこの2回塗ってもらうとだいぶ色がはっきりとしてきます。で根元側にまたペッペッペッと、ちょっとねグラデーションっぽくなるように持っていきます。うん、かわいい。 2,3 本塗ったら仮硬化しようかな。あ、間違えてサックスブルー取っちゃったから薬指か。ペッペッと塗って3回ぐらい塗りたいかな。サックスブルーちょっと3回ぐらい塗りたいかもですね。ちょっと指によって3回塗ろうと思います。ちょっと根元側に伸ばしていって、でちょっと仮硬化挟もうかな。やっぱ仮硬化挟みます。仮硬化挟んで、よし。そしたら人差し指がこちらですね。ラベンダーパープルですね。ラベンダーパープルを塗って、これも根元側にペッペッと、ほんで、お、よいしょ。で、中指が、ピンクがちょっと、選んだ色でも薄かったかな。まあ、いっか。ちょっとね、これも、二度塗り目していきます。で、これも、後ろ側に、ちょっとペッペッペッと伸ばしていきます。あと小指ですね。小指、やっぱサーモン、コーラルピンク？コーラルピンクも可愛かったけど、まあ、ちょっとイエロー1回目塗っちゃったからもうイエローでいきましょう。うんうんうん。ちょっと全体的に3回塗ろうかな。ちょっと1回硬化します。ちょっともう1回塗りたいと思います。色味が、ふわっとしてる、まあふわっとね、さざ波はふわふわしてるのでふわっとでいいんですけど、もうちょい先端グラデーションなので先端濃くしたいので、もう一回ずつ塗っていきます。ちょっとまた30秒硬化します。重ねるときはね、必ず毎回30秒の完全硬化をしていきます。ちょっとね、もう一回親指から行きましょうか。親指のここから先端塗って、でちょっと根元側に行きます。ペッペッと、うん、あ、3回塗るといい感じに先端がデコボコして可愛いですね。3回でいきましょう。3回、やっぱグラデーションだと部分的になっちゃうから、2回だとなんかあれですね、ちょっと寂しい感じしちゃいますね。全体に塗るとね、なんかふわっとしてたり、淡いのもとっても可愛いんですけれども、よいしょ、ちょっとピンク、ベビーピンク足します。マグネットリーでもね、とっても可愛いんです。マグネットリーの時もなんかグラデーションすごいしちゃったんですよね。あれもすごいしちゃったな。あれ色、ベース黒だとちょっと秋冬っぽいけど、違う色でも可愛いのかな。マグネット可愛いですよね。ちょっとね、もう片手の左手の方はですね、ちょっとまた同じ、まあ、グラデーションで今回も合わせようと思ってますが、ちょっとやりたいのあるので、今回はマグネットやらないし、マグネットもやっぱ可愛いんですよね。聞き手難しいです。あ、いつも手震えちゃいます。難しいですよね、聞き手は。わかります。まあでもちょっと慣れもあるっちゃありますけど、やっぱ聞き手で左手を作る時よりは、やっぱりね、
感じですかね。あ、ポコポコしてきて可愛いですね。いい感じに。うん。あ、ちょっとパープルが乗せすぎかな、これ。パープル、ちょっと待って。ラベンダーパープル、ちょっとあんまちゃんと混ざってないんじゃない?これ。大丈夫か?ラベンダーパープルがちょっと表面、あんまデコボコしてないな、これ。ちょっと、もう一個爪楊枝、爪楊枝。よし、ちょっともう一回、ちょっとすいません。ラベンダーパープルだけあんま表面デコボコしてないんですよ。他の指に比べて今。急にね、こういうとこ気になっちゃうんで。もう一回、ちょっとがっつり。混ぜて、あ、混ざってきた。もう一回しっかり。あ、この辺とかいいんじゃない?ここをちょっと使いましょう。あ、ポコポコかわいいです。ねえ、ポコポコかわいいですよね。ちょっとラベンダーパープルもうちょいちゃんとポコポコさせます。よいしょ。うん。これでもうちょい待ったら。あ、ポコポコしました。ポコポコしたした、ちゃんと。したので、これで一回、ライトに入れて、あ、ちょっと最初に塗った、グリーンだけ、ちょっとここ気になるので、足しときます。よいしょ。うん。これで、ライトに入れて、ちょっと完全に、硬化をしていきたいと思います。あ、3回目で色がはっきりしますね。画面で見ても可愛い。あ、よかったです。ポコポコ可愛いですね。さざ波も、そう、この間ね、もう久々に使って、とか言っちゃいけないですけど、インスタライブで、桃みたいなね、グラデーションしたらとっても可愛かったので、次マイネイルにやろうって決めてたんですよ。可愛い。可愛いですね。可愛いです。そして、今回も、前回、黙々ネイル私、自分のマイネイルのこっち利き手に作ったんですけど、私、いつもこの、柔らかく仕上がるのは、ベティジェルのホワイトのこのユリだよっていうのに、マザーズホワイトをうっかり使ってしまったんですね。なので今日はちゃんとこちらのユリでリベンジをしたいと思います。ちゃんとね、ユリです。ユリで、筆は、10番かな。100番だとちょっとね、細いので、ハート用の筆は10番で書いていきます。こちらですね。RB の10番です。よし、これを。で、この利き手にネイルをしていくときは、こういうね、これは普通にクリアファイルをハサミで切りました。の、このツルツルしてる面の方が取れやすいので、こっちのね、ツルツルしてる面にこのままジェルでデザインを描いていきます。今回は前回と同じ黙々ネイルなので、こうやって雲の模様を描いていくんですけれども、これね、他の模様でも何でもできるので、いろいろ試してみてくださいね。で、このね、私はこの雲の感じで好きなのが、この下の部分、雲の下になる部分は、ちょっと色濃いめにして、この上に向けてどんどん、このちょっと、薄くなっていく感じがお好みでございます。なので先にこうやって下の部分だけトン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 って書いていったら、こうやって上にちょんちょんちょんと、この下に書いたジェルを上に持っていく感じです。で、ところどころ穴開いてたりすると雲っぽさがより出てくるので、もうね、適当です、これは。なんか、こういう形にしようとか、ランダムにしようとか、変に考えちゃうと、逆になんか形が整ってきちゃったりとか、なんかね、ランダム感が難しくなるので、本当にね、ランダムの時は何も考えずに、トン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 と書いていくのがおすすめです。こんな感じで、トントンと。で、全部が大きいと、使いづらいので、たまにこうやってね、ちっちゃいのも、書いていきます。で、大きいの、まあ、片手5本なので5個ぐらい、中ぐらい5個ぐらい、ちっちゃいのもま、5個、ちっちゃいのでも5個以上あってもいいかな。7、8個ぐらいとかあると、まあ、作っておくと、バランスよく選びながら入れれると思います。かわいいですね。てか、もうこの、フィルム、
フィルム？ファイル？ファイルの上が可愛いですね、これ。雲がちょんちょんちょんと。うん。こんな感じかな。もうちょいちっちゃいの作っとこうかな。こんな感じ？足りるかな？まあ、いっか。これで一回。まあ、足りなかったらまた後で作るので、こんな感じで。こんな感じです。一回ライトに入れて、硬化をしていきたいと思います。これをね、硬化していきます。かわいいですよね、この雲。はい。そしたら、スカルプ&トップ塗りたいと思います。これカラージェルで、もともと表面が、でこぼこしていなく、いい感じに未硬化ジェル出てるときは、そのままでも、貼れますけど、今回ちょっとね、こういう感じで、ちょっと表面デコボコしているので、スカルプ&トップ塗っていきましょう。あ、さざ波トップが剥がれちゃいます。さざ波が、取れやすいだったりとか、あと、例えば、ホイール挟んだ時に取れやすかったりとか、あとはなんだろうな、あ、ミラーパウダーとかか、パウダー系とかも剥がれやすい人は、ベティジェルから出てるアートクリアジェルっていう、密着性を良くするジェルがあるんですね。それを使ってもらうと密着度が、トップジェルとの密着度がアップするので、アートクリアジェルを使ってもらうか、私はね、結構トップジェルを固く仕上げると取れなくなるお客様が多いので、トップジェルを塗るっていうのも、このスカルプ&トップとか、硬いトップジェルで仕上げるっていうのもね、よくやっております。まあ、ちょっとこんな感じで親指先に置いていきましょうか。親指にまずはこのもくもくさんたちを置いていきたいと思います。そうかね、あのイベント面白かったですよね。またね、開催されるのかな。あ、こんな感じです。このこれね、柔らかいんですよ。このベティジェルで作るととっても柔らかいね、雲さんが作れるんですよ。ちょっとゴミつけちゃった。これを、こうですね。こうだから、この辺にピッと置こうかな。よいしょ。こんな感じで。マザーズホワイトよりもね、本当に綺麗に、ぺったりくっつきます。ぺったりくっつくんですよ。やっぱこの別で描いた雲可愛いな。このね、爪の上で直接描くのも全然可愛いんですけど、別で描いたの乗せるのやっぱ可愛いですよね。よいしょ。こうね、さざ波に、黙々、合うんだろうなって思ってたんです。この間、桃作った時から。思ってて、次のマイネイルにやろうと思ってたんですけど、やっぱこのさざ波と黙々、可愛いですね。合いますね。よいしょ。この、利き手に乗せづらさ。よし。うん。かわいい！かわいい！ちょっとこれで一回親指硬化しまーす。操作性とか、厚みの出し方とか、この粘土具合とか使い具合が似ているので、私はね、クリスタルトップか、ちょっと爪折りやすい方とか、地爪伸ばしてるお客さんだったりとか、そういうミラーネイルをした時に厚みや硬さを出したい時などには、こちら、スカルプ&トップを使っています。あと、アートしてちょっとデコボコになる時とか。今トップ塗っただけでもね、この黙々感、なんかトップ塗る前とちょっと変わってきますよね。このさざ波のプクプクした感じで、そしたら、あ、ちょっとピンセットで中指の根元を触ってしまった。まあいっか、もうしょうがないです。ちょっと黙々置いていきます。ピッピッと。してます。かわいい。
かわいいですね。うん。かわいい。なんかこれちょっと厚みあったかな。丸みが、ここだけ。ピッピッ。かわいいです。うん。かわいいですね。どうしようかな。薬指にこれちょっと大きいかな。あ！端っこちょっと切れちゃった。まあ、いっか。かわいい。いやー、くもさんはね、やっぱかわいいですね。このシリーズ。さだまみとも似合いますね。もうちょいこっち？こうかな。薬指も3つにしようかな。なんだかんだででもちょいちょい3つにしたいな。あ、指についてた。指についてたので、これもちょっとここら辺に置いちゃいますか。これもこの辺に置いて、よいしょ。よいしょよいしょ。うん。こうかな。でもやっぱ3つぐらい置いた方が、かわいいけど、でも全部3つになるとちょっとね、ごちゃごちゃしちゃう感じがするから、薬指は3つにしましょうか。薬指は3つにして、あ、ちぎれてしまった。ちょっと、こっち行きます。しかも、1個また指についてきちゃった。これはここに、これはここに置きます。これはここに置いて、よいしょ。うん。これちょっと位置が、なんだこれ。したらこの取れちゃったやつを、小指？この辺に置いときましょうか。小指に置いて、よいしょ。小指、もう一個これかな？あ、なんか取れちゃった。これでも置いたら大きいよね、小指。大きいから、こっちかな。よいしょ。これを、よいしょ。あーあーあ、取れるかな、うまく。よいしょ、取れた。これをね、もう片手の小指に置きましょうか。こっち向き、ピッ。うん。はみ出たところは後でハサミで切っちゃうので、一回ちょっと位置決めて硬化していっちゃいましょうか。よいしょ。こうかな。ここのちっちゃい子がすぐ向き変わっちゃうのはなんだ？こうかな。触ってんのかな。でも向き変わりますね。こうかな。これもうちょいちょい上、ちょい上。こうかな。うん。これで一回硬化しちゃいましょう。固めちゃいます。しっかりね、30秒硬化をしていきます。あ、クリアを挟んだからかすごく奥行き感がありますね。ありがとうございます。そう、このね、別で書いて置くっていうことにも多分奥行き感は生まれるんですけれども、可愛いですよね。多分ね、手で書くより、手で書くともっとぺったりしちゃうんですけど、嬉しいです。あ、白しか持ってなかったけど、可愛いから他の色も買ってみます。ぜひ、可愛いですよ。可愛いのでおすすめでございます。で、そしたら、この辺、ちょっと出てるところは、ハサミで一回普通にパキッと切っていきます。出ているところは、よいしょ。ハサミで切って、ピッと。ここもピッと切って、ここはギリギリ入ったか。うん。こんな感じで、ちょっと軽く、エミリーかけちゃおうかな。ちょっとデコボコ感、ここ気になりそうなので。ちょっと軽く、この辺、エミリーかけちゃいます。なんかね、デコボコが後で気になっちゃいそうなので。こんな感じですかね。うん。うん。可愛くなりそう。いい感じっぽい。
ので、次、クリスタルトップを塗っていきたいと思います。で、まあ、スカルプ&トップでしっかりがっつり、もう本当にガッチガチに硬くなります。仕上げてもらってもいいですし、このクリスタルトップや、あとベティ、プリで行くとグロッシートップですね。グロッシートップの方が、操作性がスカルプ&トップより柔らかいんですけど、ある程度の厚みは出せます。でも、スカルプ&トップほどは出せないです。なので、こういうね、ちょっとした表面のデコボコを埋めたいなっていう時には、スカルプ&トップ使う時もありますし、デコボコ具合によりますね。なんかこのぐらいだったら、スカルプ&トップじゃなくてもいいかなっていう時は、このクリスタルトップの方が操作性が柔らかくて扱いやすいので、クリスタルトップの方を使っています。多少ね、この雲を置いたとこと置いてないところでデコボコができてしまうので、そこはしっかり埋めていきます。この辺がちょっとデコボコしてますね。この辺埋めとこ。あ、かわいい！これ一回仮硬化します。かわいいです。ちょっと一回全体的に塗ってから、デコボコしているところ埋めていきたいと思います。やっぱでもちょっと小指はトップ2回塗ろうかな。全体的にもう1回トップ塗っていいですか？全体的に4本、ちょっとあともう1回トップ塗ろうと思います。デコボコしてるとこ埋めていきましょうか。これね、グラデーションしてるから根元の部分がね基本へこんでいるので、ここら辺は埋めていきましょう。あ、根元にジルが溜まっているので、これをもうちょいこっちに持ってきたい。ここちょっと、ここピッピッ、あ、ここもちょっと、これ後でファイルでちょっと削ろうかな。こんな感じで、あ、ここもここ足したい。よいしょ。やっぱ小指の変形っぷりはすごいなぁ。すごいですね。あ、こんな感じで、ちょっとライトに入れて、30秒、しっかりと完全硬化をしたら、ノーワイプトップを塗っていきたいと思います。EX 塗っていきましょう。またね、ちょっとマイネイルの場合、お客さんの場合はね、5本まとめて塗っちゃうんですけど、マイネイルの時は、心配なので、親指は親指で、一回仮硬化をしていきたいと思います。お、ちょっと根元についてしまった。根元についてしまったので、よいしょ。これちょっと一回仮硬化します。ピッ。本当にそれのんびりした性格してるので、頑張りますね。よいしょ、他の指にも、キャンジェル EX を塗っ
ていきます。EX はね、本当にちょっともたってした部分とかあっても、全然全く熱くならないし、ちょっとへこんでるなーっていうところに、ポンポンって置いてあげても、ちょっとじわってくる程度でしたね。なので、本当に厚さがとっても軽減されているので、EX、今ね、サロンワークでも EX かなり使わせていただいております。かなりね、おすすめ商品です、EX。ピッピッと。こんな感じ？ちょっとここも少し流れちゃった。はい。こんな感じで。じゃあちょっとライトに入れて硬化をしたいと思います。いやーよかった。無事にマイネイルが新しくなりました。100歳になってもネイル続けてください。100歳まで私生きられるかな、大丈夫かな、あんまり長生きする予定ないけど生きるかな。まあちょっとね、まだ死にたくないですねまだ死にたくないですけど、100歳ってでもなんかちょっとね、家族とかほら身内にね、迷惑かけるようになってきちゃっても困るし、まあ元気なおばあちゃんでいれたら、なるべく長生きしたいですけど、でも、100歳まで貯金作れるかな？ 100 歳まで生きても自由に生きれるような貯金作れるかな？きっと。そう、貯金とかだってもう無理じゃないですか、多分。何でしたっけ、よくほら、老後、2000万ぐらいほら、貯めとけみたいの言いますけど、2000万じゃ絶対生きていけないですよ、100歳の時代なんて。60、70ぐらいで仕事辞めて、30年とか2000万とかで生きられなくないですか？ちょっとわかんないですけど。老人ホームとか、すごいだって高そうじゃないですか。ね、ちょっと大変そうだし、生きていくのが。というわけで、こんな感じです。じゃじゃん！かわいい！ささなみ！かわいい！あ、グリッター今見たらありました。あ、じゃあ一回売り切れてたけど入れてくれたのかな？よかった。私もちょっとまたユニコーンアイランド買います。かわいい！このささなみに、黙々ね、合うと思ったんですよ。かわいい。でもやっぱ小指変形してるからちょっと変な形になっちゃったけど。かわいいです。かわいい。かわいい。あ、ここにトップがついてる。ピッと。ね、塗りたても、やっぱ1ヶ月経つと、あ、でも結構綺麗に残ってません？この辺。ここはね、ファイルの傷ですよ。でも1ヶ月経っても結構 EX のツヤ綺麗ですよね。綺麗。かわいい。こんな感じでまた黙々にしてしまいました。マイネイル、ささなみもね、ぜひ可愛いので使ってみてくださいね。可愛い。ちょっとこっちの手はまたできればね、こっちの手で新色使いたいんですよ、次の。なのでちょっと新色のサンプル来たらまたインスタライブを予定入れるので、ちょっとねお待ちください。可愛い。可愛いです。黙々ってしてる。可愛いです。あ、ささなみともくもくバッチリですね。ありがとうございます。あ、ノンヒートキャンジル、黄ばまなくて感動しました。よかったです。ありがとうございます。嬉しい。あ、すごいかわいい。ありがとうございます。かわいいですね、これ。ささなみ素敵ですよね。グラデーションね、すごい、さっきみたいにコンボ筆使わなくても、とっても簡単にできるので、ぜひね、おすすめでございます。そんな感じで、今晩もインスタライブにお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。